ヘンリク・ニコライ・クロイヤーヘンリク・ニコライ・クロイヤーは、デンマークの動物学者である。魚類、甲殻類などの分類学研究で知られる、コッペンハーゲンで生まれた。兄はデンマーク国家、麗しき国の作曲者のハンスエルンスト・クロイヤーである。コッペンハーゲン大学で最初、医学を学ぶが、歴史、文学に転じ何人かの学生と共に、義勇兵として、 ギリシャ独立戦争に参加した。デンマークに戻った後、動物学を学んだ。1827年に現在は、ノルウェーのスタヴァンゲルで教師となった。スタヴァンゲルで結婚し、ギリの姉妹の息子を育て、この息子が有名な画家、ベーダー・セベリンクロイヤーである。1830年にコッペンハーゲンに戻り、国軍大学やいくつかの学校で、博物学を教えた。 1834年からデンマークの魚類を研究し、首張のデンマークの魚類産加を執筆した。1847年から1869年までコペンハーゲン自然史博物館の学芸員として働いた。1847年に獣医学校の講師として働き、1853年に教授となった。自然史ジャーナルを創刊した。 コペンハーゲン大学の動物学の教授のヤペトゥス・ステインストロップとは多くの論争をすることになった。主な研究分野はデンマークの魚類、甲殻類であったが、西ヨーロッパ、スピッツベルゲン島、ニューハンドランド島の調査も行った。1840年にデンマーク科学王立アカデミーのメンバーに選ばれ、1842年にロストック大学からの名誉博士号を受けた。 1862年に、ドイツの科学アカデミーレオポルギーナの会員に選ばれた。裸いは鹿の魚類の種ノートスコープレスクロイリー、などに、懸命されている。ありがとうございます。